今日はあの中国大使館に対して中国政府に対して抗議の声を上げたいと思っております。私たちが、まだ忘れていません。永遠に忘れられないということを、伝えておこう。中国でそういう虐殺いっぱいあるかもしれませんが、彼らが忘れちゃったかもしれませんが、私たちは永遠に、私たちの子孫まで永遠に忘れられないということを彼らにきちんと伝えなきゃいけないと思います。どうか皆さん今日一緒に抗議の声を高く上げましょう。よろしくお願いいたします。声明文、2009年7月5日に東トルケスタンの首都であるウルムチで起こった惨劇は、すべてのウイグル人、そしてウイグル人が置かれている現状に心を寄せる世界の人々にとって忘れることができない事件である。どれだけのウイグル人が虐殺されたのか、そしてどれだけのウイグル人が拘束されたままでいるのか、あまりにも事件が大きく、その実数を正確に知ることはできていない。による第三者機関による調査を
でした。ありがとうございます。7日もデモがありますので、まあ、お時間が許す範囲内で、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、今日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。